さあ皆さん今日のテーマは日々の連続が人の一生。人の一生というのは日々が積もり重なって出来上がるものですね。そういう意味で一日が非常に大切になります。毎朝朝が来て昼になり 夜になり寝ると。人間はこのサイクルを生まれた時から死ぬまで続けるんですね。ですので、100歳生きた方は、この毎日の一日のサイクル、午前、午後、夜間、睡眠、こういうのを 一年を、二年、十年、百年やってきたということですね。その積もり重ねが人間の年齢になるわけです。ですので、自分の一生の人生を楽しく有意義に送りたいと思ったら、一日一日、 納得のいく人生を送ることだと思います。一日は大きく分けると、睡眠時間の、これは8時間というのは確保する必要がありますね。それから、仕事とか勉強とか家事、これが大体8時間ぐらい。 かかりますね。それから、食事の朝昼晩の食事の時間と、学校とか職場への移動の時間が104時間ぐらいかかりますね。そうすると、残された時間っていうのはだいたい4時間ぐらいなんです。この4時間ぐらいの時間をどううまく使うのか。 それと、移動時間ですね。人によっては、学校とか、仕事場の往復の時間が、1時間とか2時間かかる方おりますよね。その時間を、ラジオを聞いたり、本を読んだり、どう使うかということによって、自分の 先々は変わってくるかと思います。そしてこの日々の連続が一週間になり、一ヶ月になり、そして三ヶ月おきに起きる春夏秋冬の季節を送るわけですね。そして人間はその 一日一日が積もり重なって一年になり、それが幼児期、修学期、仕事期前半、仕事期後半、人生の集大成期と一生を終えていくわけですね。そして最後は、生老病死と。 やはり人は年を取るとそれなりに老けてきますし。それと同時に病が発生して死に至ると。そして次世代へバトンタッチをすると。こういう人生のサイクルを送っているわけです。この表を見てわかるように、人の一生というのは日々の連続であると。 そして、この日々の連続は、季節という縛りがあると。春と秋は過ごしやすいですが、日本の夏は高温で多湿。非常に厳しいですね。冬は低温乾燥。夏と冬の合間には、年間40度ほどの温度差があるんです。 ですから、この日々の4つのサイクルも季節に応じて着るものも変わるし行動のパターンも変わってきますね。そういう意味で日々の一日一生の中に季節が加わって変化が出てきます。当然、 動植物も季節に応じて変わりますし、食べ物も変わってきますね。そういう一日の四つのパターンと四季の変化を繰り返しながら、世の中に生を受けた子供から修学期で、いろいろなことを学び、 そして社会に出て、家庭を持って、自分たちの子供を育成をして、ある年代になると、自分の時間が自由に使える集大成期と、こういうパターンで人間は一生を送っています。一度ですね、この表を見て、 日々の連続が人の一生であるというようなことを思い起こしていただくと同時に今いる自分の場所で最善を尽くすと人間は自己表現をする動物です、生き物です。自分の心の思いに従って活動をすることが一番大切なのではないでしょうか。